この動画に10秒以内に高評価できた人は熱中症になりにくくなります。闇の豪華に抱かれて眠れ。はい、どうも、先に少しだけ外出しただけで日焼けエグいくらいした男、カイトでーす。ほんの少し日焼け止めクリーム塗らずに外出しただけで、久しぶりに友達と会った時にだいぶ焼けたねと言われました。確かに小学生の時お祭りで毎回外出てて唇カッサカサになってた記憶ありましたね。てことで今回ネットでバズった NHK 教育バトルの面白動画ツッコミどころ満載だった、なんと待望の新作です。事前にこの動画はアッカン様から特別に制作許可を得て作成していただいております。概要欄からアッカン様のチャンネルの方も動画チェックとチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして最後にこの動画が少しでもいいなと感じたら高評価チャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。それではどうぞ。主人公面しやがって、このマラカス野郎。ま、主人公みたいなものだからね。今日から主役はこの俺様、玉虫色の武神コウコ様だ。いや、一番目覚めたくないタイミング、寝起き顔面に拳クリーンヒット。名付けてハイパーアルティメットホーリーフェニックスリスレクイエムウイルスバスタークラウドウィンドウズイナズマイレブンヘブンイレブン武士の将軍ブンブクチャガマの大天。いや、もう少しコンパクトにまとめろ。そしてよくその技名覚えたな。昼寝の邪魔をするやつは嫌いだ。デーモンサイレントジェネシス。いや、その技名まだ言ってたんかい。しっかり弊害起きてんじゃん。ここは魔界。さまざまな世界の魔物たちが争い、戦いが絶えることはない。こんなポップな音楽で言うことじゃない。つまらぬものを切ってしまった。まーた負けてんじゃん。別に切ってはなかったけどね。なんで成績優秀の私がこんなヘナチョコのバディなのよ。あんたも親父にしたくなけりゃ訓練サボんない方がいいわよ。パーカーのプリントが絶妙にダサい。あとちゃっかりポーポのアクセサリーつけてるのかわいい。バカ野郎、いつか天下を取る大魔族のゴーコ様のしもべになれたことをありがたく思うんだな。お前どんな体勢で喋ってんだよ。偉そうにできる立場ではないから。諸君、一体何をしているのでしょうか。君らのような下っ端の兵隊に自由、幸福、権利なんてものは微塵も与えられていないはずです。ふうふう、匂いますね。メイドインヘブンみたいな情景変化。失礼こかせていただきます。私と戦うからには収穫もしてください。舐められては困ります。尻だけに。いや、誰が舐めるか。変な意味深な発言してくんな。ふうふう、匂いますね。リアル再現で一番死はいけないキャラクター。レイゾン、あのケツ野郎、一体何者なんだ。おしり探偵、最高クラスの魔族であり私たちの指導者だ。ふうふう、その程度ではクソの役にも立ちません。いちいち例え方が汚いんだが。私の能力は少し先の未来を推理すること。あなたの攻撃は解決済みです。バカな、全く先が読めない。全くもって激しく同意。 NHK 教育界のボーボボみたいなもんだから。こいつがこの世界の運命を切り開くとでも言うのか。大事なことを教えてやろう。この世には音がしないおならもあるということを。要するにただのスカシップやないかい。言い方カッコつけただけじゃん。それくらいにしてやってくれないか、おしり探偵。なんでここにいるのよ。教育魔族最強の戦士にして伝説の英雄ストレッチマン。気をつけろ、来るぞ。久しぶりの師匠の復活に圧倒的感謝。ストレッチマンって戦争前からすでに英雄だったのね。我が名は水原一平、闇より出て闇より黒く、この借金は味噌に払えん。ブラックジョークパーティー、初手から顔すぎだね。賭博に落ちとばりは落ちていく。
Welcome to hell. いきなりの水原ソング。いろんな魔物がいる中で強そうな地球人出てきた。ちなみに知らない子にも説明すると、水原一平さんは日本の元通訳者およびアメリカの元通訳者で、大谷翔平さんの専属通訳として働いていました。そして違法賭博をして多大な借金を抱えちゃった人です。 Bro I'll bet on this one。 命をな。メジャーリーグ顔負けの剛速球、ギャンカスってここまで強くなれるんだね。ゲームは始まったばかりだぜ。立てよ。ほんで顔めっちゃ似てるな。 Well, what do you bet? What time?リアル対戦型怪人みたいな展開きた。どんな強くても訳せないよねの心の声、今も遠くから聞こえる大切な友の声、誰も俺を止められやしない。逆にもうメジャーデビューしてほしい。前よりも歌のキレかっこよくなってるんだが、自虐ネタの方向、表現の自由って本当にすごいね。ウータン、ウータン、本当に追い込まれた時こそ冷静になれ。味わった人が言うと貫禄あるな。いない、いない、本当のお前はバー、一番普通そうなやつだ。なんとなく。いや、最後の勝敗理由感慨、負け方ギャンブラーらしいけど。そして最後は水原一平ソング完全フルバージョンをみんなと一緒に見ていきたいと思います。命をかけることで飛躍する魔力はまさにギャンブル。この結界を強固奮発、いつも死に歌。なんでこんなに水原一平の 3D モデルうまいんだよ。俺様はあの時だ、そっけに送金したら S 送球、外観を不敵だ、そっけに送金したら S 送球。いや別に全然可愛くはねえよ。謎に頭に残る歌詞。絶対カメラアングル間違ってるよ。我が名は水原一平、闇より出て闇より黒く、この借金は味噌に払えん、賭博に落ちとばりは落ちてゆく。勝手に本人アーティストデビュー、見てて感じる実感のような安心感。我が名は水原一平、いやどこで顔ズームしょんねん。これ様は無敵だ、速球に速記者がデス投球、速球大胆不敵だ、速球に速記者がデス投球。もう何も考えてないだけだね。とりあえず送金処刑の精神。命をかけることで飛躍する魔力はまさにギャンブル。この結界を強固奮発、いつも死に歌。俺様はあの時だ、速球に送金したら S 送球、大胆不敵だ、速球に送金したら S 送球。2024のネットミームの王者決定。我が名は水原一平、闇より出て闇より黒く、この借金は味噌に払えん、賭博に落ちとばりは落ちてゆく。普通にイベント会場で流れてそう。歌詞が割と同じなのに聞いてて飽きないですね。2曲目の62億光年の孤独という曲も聞いていきましょう。どんな強くても訳せないよねの心の声、今も遠くから聞こえる大切な友の声、誰も俺を止められやしない、このクレイジー。いやお前だけは止まってほしかったよ。ギャンカスの暴走機関車発車。ボロいいだけで押し切ってんな。急に IQ 下がった人みたいになってる。62億は2メ
いややめてくださいよ、さらっとプリズンブレイクしようとすんな。我が名は水原一平、水なら払うからいっぱい、水道水自ら。急に何の話やねん。ペイペイ一平お尻ペンペン、ペイペイに14億のインペイ、ペイペイ一平お尻はもう真っ赤か、62億の孤独に落ちてく。とりあえず強く生きてほしい。どんな強くても許せないよ、エロ心の声、今も遠くから聞こえた大切な人の声。誰も俺を止められやしない。 You're crazy。ネット紅白歌合戦参戦決定で、誰も訳せない俺の心の声ってなんかエモいな。わかんなお水払い、もはやただの神曲。